はいさい、アルトヒゲ坊主です。いつもご視聴いただきありがとうございます。この時間はニュースアルル5月編になります。なので、5月に起きたアルトヒゲ坊主の出来事をニュース形式で、振り返っていきたいと思います。でそれでは早速第1のトピックに移っていきたいと思います。まず、第1週目、何があったかというと、8日間ゴールデンウィーク連続毎日投稿してきました。これに関しては、僕と孝太郎と修二の3人で分担して、8日間の投稿をしてきました、はい、ゴールデンウィークの毎日投稿のおかげでもういろんな方に認知されるようになりました。もう結構ね、もういろんな動画が見られてて、例えば名刺のことを見てもらったりとか、お絵かきですね、まあ、誰が一番上手かったかっていうのをやったりとか、あとは昭和記念公園っていう、東京でいう、まあ、ドッグランでシェルティがよく集まる場所になるんですけど、そこに行ったりとか、あとはブラアルルっていう新曲を始めたりとか、まあ、本当にさまざまなことやってきましたね。ブックブックもやったよ、ブックブックもやったわ。あとあるの一芸も全部計8、計7個やったのか、ニュースアルル含めて、ね、やってきました。はい、次のトピックです。次が、ゴールデンウィークに始めた新曲ブラアルルですね。これはアル君と一緒に東京の名所を散歩していくっていう企画なんですけど、第1弾が世田谷の三軒茶屋の方かな、駒沢公園とか若林とか、僕の友達 の, お店に行ったりとか、駒沢公園に行ったんですけど、途中大雨で、まあ、本当に嵐が来たんですけど、そういった感じで散歩したり、あとは東京で有名な、まあ、皇居の周りってみんな走る人が多いんですけど、皇居欄の周辺を回ったりっていうのをしてきました。で今2段目が終わって、もう第3弾も撮ってるんで近日公開します。ぜひ見てください。次のトピックですね。ほんと5月ってめちゃくちゃトピック多くて、でこれも結構僕たちにとって大事なんですけど、俺たちのアル君との名刺が完成しました。約何枚やっていこうだろう。100枚です。100枚作ったんですけど、孝太郎がほぼデザインをしてくれた名刺なんですけど、すごい好評で欲しいって言ってくださる方がすごく多くて、大変嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてのトピックです。これに関してはちょっと僕も衝撃的、まあみんな衝撃的だったんですけど、うちのアル君、2019年5月15日生まれのオスなんですけど、アル君初めてシェルティに恋をしたっていう動画がですね、すごい人気でした。昭和記念公園ってアル君の友達のののちゃんっていうシェルティにアル君がすごい恋をしたっていう動画を撮ったんですけど、昭和記念公園って東京の立川にあるんですけど、そこが、結構シェルティが多く、まあ何もない集まりましょうって言ってるわけじゃないんですけど、すごいたくさんのシェルティが来ることがあって、そこにアル君も動画を YouTube 始める前から何回か行ってたんですけど、まあ、久々に行くといろんな方が知っていただいて覚えてくださってて、プラスなぜかアル君がすごい、もともとアル君は知ってたはずなんですけど、ののちゃんっていう子に恋を抱いて、すごい好き好きやってたところが見れました。結構衝撃的なシーンなので、まあ、見たい人はぜひ見てほしいですが、ショック受ける方は受けるかもしれないんで、ちょっと気をつけてみてください。以上です。はい、続いてのトピックです。はい、ここに質問です。5月といえばアル君の誕生日じゃないですか。そうです、アル君の誕生日です。5月15日はアル君の誕生日の日でして、今年になんとアル君5歳になりました。アルおめでとう。当日はね、友達もたくさん集まって、アル君のことを一緒にお祝いしてくれる方が来てくれて、大変もう本当に嬉しかったです。で僕からと友達からおやつとかもらったり、僕からはインスタのライブでもやったんですけど、アル君に手作りケーキを作って、それを食べさせてもらいました、アル君に。あとね、その前の日、だいぶ前からかな、1週間前ぐらいかな、ぐらいから、アル君の、手作りリードっていうのを誕生日に作ってまして、これ、4歳の誕生日の時も作ったんですけど、さらにバージョンアップした、ショルダーリードっていうのを今回作りました。
に湯沢屋さん手芸屋さんに行くとワンちゃん用のリード用の紐があったんで、それを購入して作らせていただきました。簡単にできました。最後のトピックになります。最後は、アルトヒゲ坊主の登録者が300人超えました。よー来ました。1月22日に、自己紹介じゃない、アルトヒゲ坊主始めますっていう動画を出してから、この時点で登録者が見えるかな、見える、900人、300人です324名です。動画が意外にももう90本も出してんだね。そうですね、うん、っていう感じで、皆さんの応援があって、動画90本と、チャンネル登録者数が324人までいけることができました。ありがとうございます。来月の目標は、来月の目標は雨にも負けず頑張ろうです。雨にも負けず頑張ろう。来月梅雨だから。そうですね、そうだね。じゃあ500人を頑張って目指していきます。でこれからも毎週投稿していく予定なので、ぜひともチャンネル登録をしていただき、月曜日の19時に見ていただけたらと思います。でいろんな企画とか見てくださる方からのなんか、知ってほしいこととかっていうのもやっていけたらと思うんで、ぜひコメントとかも残してくれれば嬉しいです。じゃそんな感じで5月もお疲れ様でした。お疲れ様でした。以上ニュースアルルでした。